こんにちは、こんばんは。こんにちは。おにぎりとおかんのおにぎりです。おかんです。今日はね、バレンタインですので、ちょっとね、おかんがおにぎりに茶色いもんを食わしてくれるというので、チョコレート色のものをバレンタインのチョコの代わりにプレゼントしようと思う。ちょっと大阪の天満に昔からやってるお店で美味しい茶色いもんが食えるということで、そうそうそう、ちょっとそこに行ってみたいと思います。お願いします。お母さん、ほんまはこの動画昼飲みで撮る予定がもう5時。すいません、昨日お母さんやらかっちまって。何時まで飲んでたん昨日？2時半まで飲んでました。ほのかかく完全に吉田類なの。何？酒場放浪記のおっさんの帰りにおばはんが飲み歩いてる。こちらでござんす。七福神で、ほら土手もあるしね。茶色いもん、チョコレート色。ちょっと入りましょう。すいません、ラガーの大瓶一本、はい、グラス2つ、グラス2つ、はい。というわけで七福神さんにやってきました。目泳いでんだよ、なんかな、うん、いつもの七福神じゃないやん。そうやな、あのいつもあの隣の長いとこ行くからさ、おしゃれな、おしゃれなクロス、あんたのバラードかかってるし。知ってる？知らん。セラマサノリやで、あんた。俺七福神来るの久々やわ。私もや。はい、はい、ありがとうございます。ダイビングがええな。こういうとこ来たらな、生じゃないってな、はい、ビーン。はい、ほい、はい、あ、ごめん、ちょっと少ない。はい、はい、お疲れさん。はい、乾杯。はい、乾杯。あー、うまうまいな。牛、レンコン、レンコンあんた食べる、レンコン2本、生姜2本、アスパラガス2本、土手焼き1人前です、はい、それだけ、一旦それだけ、はい、はいはい、茶色いもんしかない、カレーもあるんで。今日はバレンタインですから、チョコレート色、うん、ごちそうしてあるわ、バレンタイン土手焼き。愛を込めて、うまい、はい、ラガうまいな、ラガうまい。よう冷えててな、ああ、このグラスのクッて飲むのが美味しい。串、うん、カツ屋といえばこれやな。もうな、そうそう、昔はほら、二度漬けお断りやってるけど、あのコロナからそれができなくなって、チョコレートかけ放題。ヤザオールでヤザオ、ありがとうございます。住みおります。はい、土手焼きが来ました。土手でございます。茶色いもんに赤いもんかけます。うん、素朴ね。普通にうまい、普通にうまい、うん、なんかも食べ、俺もいただきます。うまそう。あ、美味しい。この量でいいんだ。土手焼きと串カツがいっちゃんやな、うん、小腹が空いてもチョコレート色、チョコレート色。おにぎりにおかんから愛を込めて土手焼き。メガハイ、お母さん。メガハイ、すいません、すいません。ハイボール特大を2つ。特大、特大、お得やろ、うまい。だって何、330円普通のが、うん、で特大660円やけど倍以上入ってんの。酒飲むのやらしいと思う、うまい。というわけで、はい、牛カツがやってきました。まあ、串カツといえばな。そう。ほんでな、ここ牛カツやったら、串カツだ、牛カツだけは3本やね。ありがとうございます。でかちょっとこれ分かる？大きさ。ちょっと重たいかも。思ったより目がやってびっくりした。はい。はい。はい、乾杯。重たいわ。早飲まない。あ、うまい。中身はちゃんとハイボール。
申し訳ないけど、お母さんチョコレートかけ放題。はい。うん、ありがとうございます。はい、まあ、紅生姜とレンコンが来ました。よう考えたら俺らよう串カツいってる動画撮っとんな。ワンちゅうわけで牛カツをいただきます。古き良き外せない紅生姜。大阪人は紅生姜のフライが串カツが好きや。うん、うまいな。あの、あっさりすんねん、うん、で、お母さんは何でも知らんけど全部レンコンは大好きやねん。でもいっぱい食べられへんけど最後キスぐらいはいっときたいなぐらい。どうなの紅生姜の天ぷらって珍しいのかな。あんまりないんちゃう。あの、まあ、串カツ屋ではあるけど、でも関東とかはないんちゃうか、わからんけど、だいたい紅生姜を食べることがあんまりないんちゃう。お好み焼きに紅生姜入れたり、焼きそばに紅生姜入れたり、粉物のとこには紅生姜は外されへん。まあ、どんな味かちょっと皆さんに。ゴンガーか、うん、紅生姜わかる。見ててみ、食レポっていうのはこうやってやるの。ちょっとおかんの食レポが不甲斐ないんで、僕が紅生姜食べますね。いただきます。はい、隠れ。どんな味？あれ、紅生姜を揚げた味がする。しゃあないわ。なあ、あんたよく考えたら、あたしから生まれてきて。揚げ物食べてる時に紅生姜途中で挟むとな、あっさりすんねん。うまい、はい、というわけでちょっとレンコンをいただきます。まだ言うちゃうの。お母さん食レポして1本ずつ。レンコンどんな味？どんな味？またご要望に落ちて、ご期待に落ちて。ちょっと擦れすぎる。レンコンいただいていいですか？どうぞ。レンコンはね、向こうが見えるって言ってね、あの、縁起のええお野菜だからね。いただきます。レンコン味めっちゃ感動ね。レンコン味ごめんね、ヘラリおにぎりどうぞ。いただきます。プロの YouTuber どうじゃ。暑いからな、すぐに言われへんからな。どう？もしかしてこれさ、レンコンあげてる。おいや。美味しい。美味しいやろ。すいませんでした。こんないとこ。これつけてみてもいい？うん。あの、美味しいよ。土手の味噌。うん、美味しいね。スペシャル。食べるもん残したか。うん。うまい。おかん、この七福神さんに何か思い出はね、エピソードトーク。あんたにお手伝いしてる間に、うん、アスパラいただきます。しょっちゅう食事は、あと歩くことが穴から開いてるからな。そうなん、お手伝いしてる間とか学校行ってる間にもうパパと昼飲み作った。わが子よ、幼稚園。ほんまに。で、土曜の朝はここじゃないけど、今もうなくなったけど、あの電馬市場の角んとこで、覚えてる？あの、今、ひろやかぶどうやかなんかいう、うん、まあ、ここで土曜日の朝は、朝、モーニング酒飲んどったわ。だここはだから、パパともよう来たね。な、中で揚げてるおじちゃんがな、食品さやで。おっちゃんずっとお店、おっちゃん映してあげたいんだけどさ。
おかんの一押しは。いや俺な大事な、ここ来たら絶対ある。今食べたやつ以外で食べるのは、うん、こんにゃくとキス。じゃそれと僕、カマンベールチーズ。いや、でも絶対美味しい。じゃあこんにゃくとキスとカマンベールチーズもらおうか。すみません、カマンベールチーズとこんにゃくカツとでキスと、うん、お願いします。でもな、この間な、どこや、南の市場何やった？クロモン。クロモン。錦は京都な。クロモンでな、カニの足一本、蒸したカニの足一本、4,500円。最近ぼったくりらしいな。あの召し上がってるのはあの海外の方ばかりでした。4500円でカニのコース、安いとこいったカニドラコいったら食べれんちゃう。お前筋トレや。だっておかん、おかんの顔とかさ、おにぎりの顔では分からへんで。カマンベール来ました。うん、お母さんキスでしょ。キス。キスはお母さんはいつも塩で食べます。カマンベールも塩ちゃん。ああ。はい、ありがとうございます。ほら、味噌ついてんねん。ほんまよ。これがうまいんだ。でもこれってさ、ここで、ここでいいんじゃん。そうやな。同じ味噌やから。ここで、はい、乾杯。はい、はい、はい、乾杯。はい、乾杯。どうですか、キス。ほんじゃ、まずは衣替えよ。おいしいよ。肉食べて、魚食べて、野菜食べて、バランスよく食べるやん。おにぎりみたいに豚肉で。ほな、ちょっと。これめっちゃ美味しいか。こんにゃくカツいただきます。うん、だろ、うまい。すいません、すいません、チェックしてもらって。はい、ありがとうございます。本日の会計、お母さんからの愛、茶色いもの、バレンタイン、茶色いちゃん、チョコレート色や。もう会計して、出ましょうか。出ましょうか。ごちそうさまでした。お腹いっぱい。はあ、隣のカップル、仲良くなって思うたな。可愛らしい子やったわ、お兄ちゃんとお姉ちゃん、ね、でもお姉ちゃんに怒られとった、お兄ちゃん。なんてもう喋ってんの、早く食べや、熱いうちにっていうかさ、熱いうちに食べなあかん、串カツはな。まあ今日も美味しかったです。美味しかったです。僕らはあと3軒ぐらい行きますので、今からちょっとね、ちょっとやっとシャンとしてきた。俺も、うん、向かいだけ大事、向かいだけ大事。ではまた皆さん、次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。えかいな、えかいな。